神田セナ&ルッキー、イライラ2人に視聴者の方から質問を。はいはい、岩さん、はい、来ましたよ、赤倉観光リゾートスキー場体調なんで忙しいんですけど、またちょっと昼の整備があるんで出勤ですか。そうなんですよ。あれフィクションだったんだってお聞きしたんですけど、ね、いや忙しくてね。あ、そうなんですね。整備しないといけないんで、すいません。そんなねお忙しいところ、また岩原隊長に来てもらってますけど隊長です、ね、はい、見てくださいね。今日はねこの妙高エリアにちなんだ、うん、ゲスト呼んでますんで。誰だろう。タミタセナ&ルッキー。これが2本撮りってやつですね。なるほど。もういける限り何本でも撮りますよ。ね、ずっと同じ服着ますからね。いつまでも。4人とも同じ格好で。同じ格好で。ね、もうバレてますよ。そういうこと、そういうこと。あの、今日はですね、うん、2人に視聴者の方から質問をいただいてます。ありがたい。ね、なので、ちょっとあの、質問に答えていただけたらなと思いますんで、お二人よろしいでしょうか。お願いします。お願いします。それでは、答えますよ。よろしくお願いいたします。おー、早い、最後で早い。あー、おー、すげー、加速した。はい、それでは、お二人にですね、質問が届いてますんで、じゃあいきますね。富田姉妹に質問です。まだまだ意識することはないと思いますが、結婚するなら相手は1. もちろんスノーボーダー 2. スノーボード関連以外 3. 男なら特に問わないで、よろしくお願いします。だってこれね、はい、最後ぐらいの質問ですよ。あ、本当ですか。一発目にこんな変化球来ますよ。ダメ。まあまあいいですけどね、はいはい、答えられなきゃ別に今はノーコメントでもいいですし、はい、どっちか行きましょうか。はい、はい、じゃあ瀬名からどう。今思ってるのは、はい、スノーボーダーがいいな。あ、ってことはこの場合1かな。1、もちろんスノーボーダーだそうです。ドキドキ。いや大丈夫ですよ。ドキドキ。全然ドキドキしなくて大丈夫な人なんで、あなた大丈夫です、安心してください。え、なんかちょっと理由とか聞いておきます、軽く。理由、うん、まあでも一緒にスノーボードしたいのと、一緒にできるね、分かってもらえる、ああ、お互いこうね、仕事とかってなった時に理解がある方がいいかなと思って、うん、確かにそれはそうかもね。あの、この辺がうまくいかないとね、我々みたいになるんで。ね、いい相手を見つけていただきたいと。じゃあこの質問は同じルキにもちょっと聞いてみようかな。ルキはどうですか。どうだろう。でもスノーボードやってる人の方がいいかなって思います。やっぱりそうなんですね。ドキドキ。だからドキドキ。だから大丈夫。あなただけは大丈夫ですからね。スノーボードやってる人たくさんいますけど、安心してください。はい。え、ルキはちょっと理由とかあります。一緒になんだろう、スポーツとかしたいから、アクティブな人がよくて。なるほど。まあ、スノーボードしてたら、うん、自分も好きなことできるし、はい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 、相手も好きで、なんか無理やりやらせてる感はなく滑れるのかなって思って、はい、なるほど。まあ一緒にね、時間を過ごしてお互いストレスもなく楽しめるんじゃないかなっていうのが、まあ、スノーボードしてる人だと、はい、ということらしいですよね。スノーボーダーのあなた、チャンスかもしれません。わかんないけどね。はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問に行きたいと思います。はい、じゃ続いての質問です。オリンピックの時、セナさんかな、怪我した会場で怖かったって予選のインタビューで言ってたんですけど、決勝で素晴らしかったけど、どんな風に恐怖に打ち勝ったんですか。恐怖で体が固まって、思ったように体が動かない時はどうしてますか。あと普通にスタンス幅とアングルを教えてください。来ましたね、飛んできましたね。まあこれじゃあお二人にもね、セナの質問だったけど二人に共通して答えていただきたいと思います。はい、恐怖心乗り越えるために。うん、なんかあれだったの、やっぱ怖かったの。最初はめちゃくちゃ怖くて、うん、泣きながら滑ってる時もあって。え、マジ。そう、うん、
そう、ずっと泣きながら公開練習とかを滑ってて。それがどうしてまたね、それを今回はジャパンチームで行ったから、コーチに正直に怪我したことあるのも知ってたから、もう怖いですっていうのを全部話して、したらやっぱコーチも無理しなくていいよ、自分のできるペースでやってっていいしみたいな。で正直周りはもうどんどんそのパイプに合わせて技の練習とかしてたから焦ってて、まあ、でもみんな自分のペースで大丈夫でいいよいいよみたいに言ってくれて、そっから予選滑った後にもう決勝行けるの分かったら、スイッチが入った。もうそこまで行ったからやるしかないみたいな。恐怖なんていつの間にか消えてたみたいな。消えてた、いや消えてはないけど、多分ここでしっかりやらなかったら後悔するっていうのがあったから、もうやるしかない。まあじゃあ自分の強いこう信念が打ち勝ったんですかね。なるほど。コーチはその寮とか大輝とかですか。あ、そうです。なるほどね。もう日本人最強チームですから、そういったコーチたちのね支えもあって、乗り越えて見事メダルゲットということで、おめでとうございました。ね、じゃあちなみに、ルキもねそういったこれまでね怪我とか経験あったと思うんですけど、その恐怖でまず恐怖で体が動かないとかあります？またそういう時打ち勝つ方法とかありますか？恐怖で体が動かないはないけど、なんか苦手な技する前は絶対足が震えてます。ね、日本代表選手とはいえ人の子ですから。え、じゃそれをどうやって乗り越えるんですか？でももうスタートしたらやるしかないから勢い。なるほど。まあある時を境にもうスイッチが入るってことかな。ね、まあだからもう日頃からそういった激しいトレーニングをね重ねて、ハートの方も強くなってるのかな。いや全然。え、あ、そんなことない。まああの本番が来たら自分を奮い立たせて頑張ってるんだね。はい、あのトップアスリートとはいえやっぱ皆さんと同じようですよ。いや、そんな感じですよ大体トップアスリート。ちょっと待ってくださいよ。あなた、ね、トップアスリートですか。そうそう。やっぱり俺たちだって怖い時あるんで。いやこの俺たちだって一般の人間ですからね。ちょっと待って、同じくくりにしないでほしいんですよね、この問いたちは。そうです。あなたを私を乗り越えてきましたよ、ね、いやいやいやいいのこんな感じ。そうそう、そこそほら皆さん、あ、そう、何こも純粋だからちょっとリスペクトしてますっていう。ね、あとスタンス幅とアングルについても質問が来てたんで、スタンスは50とか50、多分、およそ50ぐらい。そしてそしてアングルは、前足が15度、後ろ足がマイナス9度です。じゃあルキはどう？ルキはスタンス幅50センチで、はい、前足が12、後ろ足がマイナス9です。マイナス9。あ、2人とも後ろ足はねマイナス9度なんだね。なるほど。54で聞いてねえのに、はい、聞いてねえけど、まあじゃあ一応参考までに聞いておきますか。じゃあね、54で前が9で後ろがマイナス9です。あ、なるほど、一緒だ。じゃあみんな後ろ足はね、あとあれですね、あのライオさんと同じスタンス。ここスイッチでよくいろんな技やるんで。やってんの見たことないけどな、スイッチの技。だからマイナス9で必要なのかな。まあ分かりました。じゃあありがとうございます。じゃあ次の質問に行ってみたいと思います。私は岩ちゃんと話したかった。筋トレ大会のことなど、息子もフィジークをやっていたから岩ちゃんの応援に行きたいです。これ質問じゃないですね。あとからその方には僕 LINE を教えるんで。あの高さで抜けるときどこ見てるのかな。目線や荷重のかけ方、姿勢など具体的に。一緒に滑った方が早いな。セナとルキはキャンプやってそこに、そこに来てもらおう。キャンプやるんで来てください。来てください。稲月さんへ質問です。好きな食べ物は何ですか。教えてください。好きな食べ物。好きな食べ物、アイスクリームと餃子。おお。美味しい、確かにね。
まあ、宇都宮も来てくださいじゃね、はい、はい、じゃあルキはお寿司が、お寿司食べた最近、最近食べた、食べた、賞金もらったもんねすげえセラ装着すげえ、うわー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 、セラ装着ありがとうございました、リガーズありがとう冬のオリンピックの種目でスノーボード以外で何でも出られるとしたら何に出ますか？私はボブスレーとエアリアルとスキーのジャンプには絶対出たくないです何だろうな、スノーボード以外でしょ、はい、なんだろうね、いろいろあるけど、出たいかな、逆にね、スキージャンプなんか出てみたいですけどね、どんなあれね、もうすごいなと思ったら、でも何にでも出られるとは書いてあるけど怪我しないとかそういうことは書いてないからねえ、この状態で出るってことだったら地獄へって言われそうですよもうね、死刑みたいなそういうことか、いやいや、まあまあまあ、いやでも、それも含めて、ね、いいかも、いいかも、うん、え、できるんだったら、うん、できるんだったら死ぬの嫌だからなしんどいのは嫌だ、フィギュア、フィギュアスケート、あ、まあ、しんどそう、まあでも、ね、なんかこう目回りそう、どの口が言うんだよあんだけ回っといてじゃあセナはフィギュアスケート、はい、じゃあルキは、ルキ、うん、カーリングとか、あー投げてみたい、あ確かに投げてみたいな、あ確かにね、投げてみたい、投げてみたい、コシ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 コってね、なるほどなるほどなるほど、スノーボードの次に好きなことは何ですか？答えが楽しみです。あ、スケートボード、スケボーですね。そうだよね。セナとルキはちっちゃい頃からスケボーもね、バリバリやってたもんね。そうそう。生粋の横乗りファミリーなんで。まあ、結局横乗り。結局ね。でもゲームも好き、ゲーム、あ、ゲーム、え、それはどんなゲーム、最近だったら、うん、マリオカー、マリオカー、動物の森とか、あ、流行ってる、あ、そうなの、スイッチだったらそういう感じで、結構ゲーマーなんだね、2人とも、意外でしょ意外でしたね、え、じゃあ、ルキの好きなこと、スノーボードの次に好きなことは、あ、可愛らしい、お菓子作り、え、ちなみに得意技は、得意技なんだろう、クッキーとか、え、最近も作った、バレンタイン、お、バレンタインすごかったよ、え、あ、もらったの、もらった、お、え、その時は何作った、その時はクッキーとトマトと松ぼっくり、松ぼっくりってどうやって作るの、拾ってくんの、企業秘密で、食べられる松ぼっくり、すげえ、食べられる松ぼっくりですよ、ね、じゃあ、岩田さん聞いておきます、僕はね、スノーボード以外に好きなことはないです、え、スノーボードを愛してるんでそれがもう全てです、俺のスノーボードは愛してくれないですねいや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 、なかなかねこんなに大好きなのに相思相愛になれないですね、なかなかね悲しいからそうか、お互いのリスペクトしてるところは何ですか、逆に嫌いなところ、ここは直してほしいところとかありますか、ある、リスペクトは、うん、それこそオリンピックの決勝の時とか、お、3本あって、うん、2本こけてて、お、最後の1本しかないって、うん、セナも声かけ言って、うん、次あるからみたいな、うん、言ってたけど、うん、意外となんかこけちゃったみたいな、あ、軽いんだ落ち込んでるけど、うんうん、あんまそれを見せない、へ、
で、あの時は、うん、おお、あいつもだったら、おしゅーってなってるんだけど、うんうんうん、オリンピックの時は違くて、受けちゃったよみたいな。じゃあまあそういうちょっと逆境での強さだったりとか、そういう部分をリスペクトしている。はい、はい、じゃあ逆に嫌いなところ、ここは直してほしいところありますか？朝不機嫌とか怖いなぁ、ね、近づきがたい。そうなの？朝不機嫌とか機嫌悪い時はちょっと、なるほど、オッケー、わかりました。じゃあルッキー、セナをリスペクトしている部分、逆に嫌いなところ直してほしいところお願いします。セナのリスペクトしているところは、うん、今日滑ってたみたいに、うん、何でもやる、何でもやる、スノーボードはパイプだけじゃなくて、あ、も自分も、はいはいはい、自分から入っていくし、うんうん、あとやっぱり飛んでる時のスタイルがかっこよかったり、はいはいはい、スノーボードかっこよくするし、うんうん、いいなって。そうだよね、そう、女の子たちみんなセナのスタイルかっこいいって、ね、かっこいいって言うからね。じゃあいい部分すごい言ってもらって、嬉しそうです。お姉ちゃん嬉しそうですけど、ずっと見合いにやってました。分かりやすい。逆に嫌いなとこ直してほしいとこありますか？めんどくさがりめんどくさがりなの？なんか、うん、ルキが例えば2人とも家2階に部屋があるんですけど、うん、下行くときあれ取ってきて、うん、逆にルキが下にいて、セナの上にいて、上上がるときこれやってきて、なんか取ってきてすごいこき使うってことかな、はい、下行くの分かった瞬間、ルキ下行くのなんか取ってきたこれはあれなの、そのセナだけの、ルキが逆にそうやってセナを使うことはあんまないってこと？あるお互い様じゃねえかよ。多分頻度が多い。なるほどなるほどなるほど。じゃあやっぱここはお姉ちゃんの特権なのかな、ね、上下関係があるんでしょうね、こうね。なるほどなるほど、まあ、かなり面白いお話を聞かせていただきましたんで、ね、多分視聴者の皆さんも喜んでくれていると思いますんで、じゃあ今日も天気いいんで、我々はこの後も滑りに行きたいと思います。ありがとうございました。じゃあ滑りに行きましょう。富田セナ&ルキー、スノボ3本勝負で、よっしゃー、くらえる、地球のみんな、地球のみんな、これ絶対カットした方がいいやつ。それでは1番手セナ、ノーズプレゼン、ノーズプレゼン、イワちゃんだ、イワちゃんだ、写真判定しました。勝ったのは誰ですか？いってみまーし。チャンネル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 登録してね、よろしくお願いします。